駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム内伝でーす、ね、今回はというと、こちらの自作ゲームであるグランプリ3のバカ入れをやってみたいと思います。こちらのね、グランプリ3はこれね、10円をね入れるとね、このなだらかにね連玉が転がっていくんですけど、まあそれをね、もうじゃんじゃん入れるタイプなんで、もうじゃんじゃんね10円玉を入れちゃおうってことだね。でね、まあそのバカ入れする枚数なんですけど、このね、グランプリ3のこの前作った紹介動画では30枚入れたんですよね。なので今回はね、その10倍のね300枚ね、10円玉300枚用意しました。これをねバカ入れしたいと思います。ではね、早速バカ入れスタートしましょう。チャンネル登録でござる。それではバカ入れ300枚スタートしましょう。じゃんじゃん入れますよ。じゃんじゃん入れてます。あとね、当たり券はね、下にカップを置いたんで、ここにね、オートマチックに落ちる仕組みになってますんでね、もう何も考えずに入れちゃうという。あ、入った。で、当たり券の集計は終わってからにしましょうか。今のところね、2枚入ってますけど、あえて飛び越えちゃうこともあるんだな。そう、紹介動画では3枚目、盤面のこちらが4枚目、これ4コマ漫画になりました。ゲーム屋キスさんのね4コマ漫画、割と好きなシーンをね2コマというか2タイトル貼ってね、なんか結構ね、印刷するとね、ああ、漫画なんだなって思います。あ、結構当たってるな。あ、100点券も出てる。結構早く終わるかもしれない。これも100枚当たったかな。とにかく入れる。2枚連続で入ると当たりが出ないんだけど、それももうね、入れるのに夢中になっても全然見てないというね。まあでもそんなに、なんか全然当たりが出なくて、また当てた。このね、当たりがキャッシュボックスに入るシステムがなんともね、これ機械の下にね、これがね置いてあるんですよ。勝手にだから見てみます。入るという画期的システムを順番守ってる。あ、また順番落ちてる。これはね、見て楽しむゲームなんでね。あと1000円ぐらい、1000円ちょっとだね。果たしてこのバカ入れ動画にニーズがあるんでしょうか。まあでもね、はい、まあたまにはこういう動画もいいんじゃないでしょうか。
まず上を取って。そんなに考えないでね。消えちゃったか。今1枚入ったな。これで当たり券が、当たり券がね、これ消えると、ほら今照明が消えたじゃないですか。そうなっちゃうんですよね。でこれ当たり目視しとかないといけないな。1枚、今プラス1枚でしょ。あともう一つなんで、プラス1って勘定しとかないと。気がついてよかった。でもこのランプというか、蛍光灯が消えるのもね、まあ、あ、2枚。今当たり、2枚ね。あ、3枚。ちょっとめんどくさくなってきたな。当たり券を補充してくるの忘れてたな。プラス3ってことで。そうだ。これ当たり券がね、こう、本当は、あと4枚。5枚。あれ今入ったかな。入ったように見えたんだけど、ちょっと見てなかった。これラスト1枚ね。5枚ね。じゃあ、当たりに入ったのが5枚なんですけど、ちょっと貸しということで、貸しというか、あ、そっか。じゃあ、さっき言った通り、中に、あのね、これグランプリの筐体って、10枚ぐらい予備があるんだけど、残り10枚ぐらい少なくなると切れるんですよ。そういう作りになってて、じゃあ中から、じゃあ5枚ね、電源あれ切れてから5枚当たったから、5枚分じゃあ取って、5枚ね、これ5枚ゲットってことでね。あの当たりに5回入ったんでね。これこのスイッチが、これ当たりがね、このこれがね、足んなくなると、これスイッチが、あ、そうそう、これって今手動で入れたんですけど、これで当たりに入ると券が出るんですけど、これこの筒に当たり券が少なくなると、これスイッチが切れて
当たり券出なくなるんです、作りになってるんですよね。なのでちょっとメダル多めにしとけばよかった、忘れてた。まあいいか、まあでもグランプリのね、まあ気候の解説もできたんで、まあよかったかな。ということでね、当たり券集計ですね。こんなに出ました、こんなに出ましたね、当たり券、当たり券こんなに出ました。で、当たり回数の方が10回、20回、24回ですね。24回、もしかするとあんまよく見てなかったんだけど、これほら3秒以内にこれ当たりに入ると券が出ないんで、まあ、それもあったかもしれないですね。まあ、動画編集の時に見直してみて、で点数的には、あ、100点券も出てます。まあ、どうしてもね、バカ入れすると、まあ損というか、このグランプリ連続でね、3秒以内に10円が入っても券が1枚しか出ないんで、まあ、その辺のロスが大きいんじゃないかな。点数的には、610点ですね。610点。まあちょっとさっき見逃したやつがあるんで、それが1回あったかもしれないし、あとまあ連続でね入ったこともあるかもしれないですけど、まあ3000円分使って、まあ610点、まあバカ入れなんでね、まあこれはしょうがないですかね。まあちゃんとね、なんていうのかな、当たり券をこういっぱい点数出すには1枚1枚ね感覚をやった方が、まあこのゲームはね、まあ当たり券が点数的には出るんでね、まあ皆さんもこの辺気をつけてやってみてもらえばいいと思います。まあ今回ね、動画なんでバカ入れてじゃんじゃんやりましたけど、まあ基本的には1枚1枚このここに外れか当たりに入るまで待って、で次のを入れるっていう感じですかね。ではね、今回はこのグランプリスインね、バカ入れで10円玉300枚やってみました。まあ皆さんもね、試しにやってみるのもいいかもしれないですね。ではね、今回の動画は以上です。この動画ね、面白かったらグッドボタンを押してもらえると私が喜びます。では次の動画でお会いしましょう。バイナラランナーイバ。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バーイ。